第162師団は、イスラエル国防軍の師団の一つである。南部軍所属の現役機構師団。通称として、アブトゥバハッペラダーという名称も使われる。第4次中東戦争、第1次レバノン戦争、第2次レバノン戦争に参加した。舞台名について、ヘブライ語を直訳すると、単に、第162師団だが、 多くの資料では第162機構師団としているので本文もそれに従う。2015年末時点の第162機構師団編成表。南部軍管轄下の機構師団でイスラエル陸軍指揮本部ゴークアーミーヘッドクォーターズの指揮下にある。1973年の第4次中東戦争時には予備役部隊であったがアブラハム・アダン少将の指揮下において 市内半島での激戦を戦った。2006年のレバノン侵攻作戦では、リタニカワイナンのレバノン南部地域で、イスラム教シーア派の民兵組織であるヒズボラとの戦闘に従事した。2015年末までは中央軍の指揮下にあったが、2016年1月にイスラエル国防軍の長期再編計画の一環として南部軍指揮下に移動した。境界防衛作戦における、 メルカバマーク、砲戦車。向かって、右側フェンダーの識別マークと砲身の白線から、本社が第401機構旅団の第3大隊に所属することがわかる。ガザ境界線付近で2014年7月27日、撮影。2016年の南部軍艦区への移動の際、クフィルフ評旅団は中央軍に残り、第340機構士団の指揮下に入った。 また第417ヨルダンバレー不評旅団は中央軍司令部直轄部隊となった。同時にこれまで南部軍に所属していた第366師団が北部軍管区に移動し、第366師団に属していたキバティ不評旅団は南部軍に残り、第162機構師団の指揮下に入った。ありがとうございます。